どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回もビーム NG やっていきたいと思います。今回は電車みたいにバスを連結させてみましょう。すげー、連結バスでやっていきたいと思います。普通のバスをね、4台つなげたバスなのでめちゃくちゃ長いですね。すげー。で、座席はね、こんな感じです。もう100人以上乗れると思います。めちゃすげー。これ本当に電車にしか見えないんだけどね。おー、ここが運転席か。そして今回はここでーす。うわー、すげーこの坂を下っていきたいと思います。で、途中にね、こんな感じで滝があったりして、もう道路がね、なくなってたりするんでね、最後まで生き残れるバスは誰でしょうか。それをやっていきたいと思います。ちなみに僕はこのアメリカンな車両でやっていきたいと思います。さあ、誰が最後まで生き残れるか、挑戦だ。行くよ。わー、ぶつかってこないでぶつかるのはなしね。よし、行きまーす。絶対最後まで生き残ってみせる。おーらー、うわー、ぶつかるのなしだって。だからぶつかるのなしでやって行くよ。ジャンプ、オッケー。一つ目の難関乗り越えた。うおー、めっちゃスピード出てるぞ。223キロだって。すげー速い。やばいこれは怖いぞ。もう少しで300キロ行きます。わあ、ちょっと待って270何キロで、わあ、うわー、嘘うわー、落ちるってうわー、なんということだー。うわー、マジかー。うわーすげえぐちゃぐちゃになったんですけどタイヤめちゃくちゃ転がってきたね。さて、リプレイでね、見ていきたいと思います。まず最初に黄色いバスがぶつかってきたんですけど、さあ、どうなる。うおー、落ちていくよー。すげー、行きましたそしてここの滝のとこ、うおー、すげー。この真ん中でちょっと見てみたいと思います。やってきましたー。うおー、そしてこれが僕です。来ました。うおー、すげー。この黄色いバスなかなかめちゃくちゃ運転うまいのか。そして二つ目の難関はここですね。かなり穴が開いた場所なんですけど、これを行くことができるのかと思ったんですけど、僕は滑りまくってしまって壁に激突しちゃいます。うわー、さようなら、バイバーイお、白いバスが行ったぞ。すげーすげーすげー、頑張ってるこのバス。え、ここが三つ目の難関か。おお、行きました。白いバスすげー。おお、さらにもう一台来てました。ということで優勝者が決まりました。こちらのバスです。これ白くなかったね。ちょっと灰色っぽい色のやつで、次が白のバスですね。そして僕の落ちていくバスはこんな感じ。うわー、めちゃくちゃ怖いぞ、乗ってる人の視点は。うわーうわー、やばい、さようならすげー。うわー、え、これなんとか生き残ってるんじゃない、もしかしたら。うわ、無理かこれはなんかギリギリなんか生き残ってそうな気がする。うおー、すごい勢いで落ちてくる。うおー、すげー粉々になっちゃいました。イエーイ。そして第2弾やっていきたいと思います。先ほどはね、この丘の上から始まったんですけど、今度は一つ下の丘からやっていきたいと思います。そして次の丘はこんな感じ。あまり障害物はなさそうなんですけど、ここになんか怪しいものがあるぞ。これ乗っても大丈夫なのか。絶対乗らないといけないんだけど、そこをなんとか無事に乗り越えたとして、二つ目はまたこんな感じです。めっちゃいっぱいあるぞこれ。これでバランスを崩さずになんとか行けたとしても、これはやばい。この段差はね、すごいデコボコしてるね。この段差をなんとかやっていったらゴールです。それでは出発、行くぜー。最後まで生き残れるのは誰なんでしょうか。みんな始まってること分かってんのかなついてきてるんだろうか、ちょっと分かんないけど。うおー、速いスピード出すぎー。そして一つ目の難関、うおー、なんとか乗り越えたぞ。ここは何もなくてよかった。すげー怖い、揺れてるうおー、すごい、めっちゃスピード出すぎてるすげー、やった。うわー、デコボコしてるとこだ。うおー、ちょっと待ってうわー、操作できないすげー、事故った。うおー、突っ込んできたすごすぎる。
とんでもないことになりました。みんなどこにいるの？他の人たちは。あ、他の人たちもやってきましたね。うおー、突っ込んできたー。なぜか僕だけが最初にね、スタートしちゃいましたけど。オッケー、このゼブラの人がついてきてくれました。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。君たち何やってるんだ？そんなとこでぶつかり合っちゃって。二つ目の難関、うおーここでみんなバランスを崩してる。うわー、すげえ、どうかーん、やっちゃいましたー。僕の場合は、おー、来ましたー、うおー、でちゃんこになりましたー。さらに来ましたよ。いけー、追突ー。うわー、もうめっちゃ部品が飛び散ってるね。どうかーん最高です、これは。3両目と4両目は何やってるんだ。おー、ここでインターンか、まだ。こちらが白い人です。そして、こちらがグレーの人か。グレーの人ももうバランスを崩しちゃって、あー、落ちちゃいました。イエーイ、やったー。うわー、すげー、崖の下から見ると迫力満点だね。うおー、すげー、落ちましたさらに落ちていくぞ。どこまで行くんだめちゃ落ちていった。そして白いバスの人はこんな感じ。なんとかここでもう一応運転してるんですけど、もう無理だって。ここに障害物あるもんね。これどうやって避けんの。突っ込むしかないという。行きまーす、さようなら。どうかー乗客視点だとこんな感じ。うおー、ちょっと待ってよ、嘘でしょうわー、すげえ。うわー、さらにバスが突っ込んできてこんなことになっちゃいました。すげえ、めちゃくちゃパトカーが集まってる。次はね、パトカーから逃げたいと思います。あー、後ろから激突してきましたすげえ、逃げろー。うわー、さらに前にパトカーがいる。なんだと、先回りされてるぞ。ほーらー、逃げまくるー、大加速だー。いけー、うわー、激突してこようとしてるぞ、これ。すげー、隣にもいたんだ、バトカー、マジか。いけー、100キロも出てる、すごい。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。めちゃくちゃスピードアップしまくる。さあ、どうなってる、今。ちょっと後ろの方が見づらいけど。オッケー、バトカーよりスピード出てるんじゃない、これ。いけー。あー、ちょっと待ってー、マジかー。うわー、これはやばいってー。うわーめちゃくちゃなことになりました。さあ、どうなってたか見ていきたいと思います。ここでめちゃくちゃ激突しまくってますめちゃくちゃ激突しすぎて燃えてるよ、パトカーが。すげー炎上してまーす、このパトカーかわいそうに。すごい必死に追いかけてるパトカーボロボロになりすぎだよね。めちゃくちゃ来てるぞ、これ。すげえ。あー、かわいそう。さよなら。うおー、こっちに来たーすげえ、ボロボロになりました。完全ミスったね、この人たちは。そして僕はこんな感じ。大ジャンプ。うおー、めちゃくちゃ大ジャンプ来ましたー。うおーらー、落ちてくるー。うーおーすげー勢いで落ちていっためちゃくちゃなことになっちゃいました。そしてさらにパトカーが突っ込んでいきまーす。イエーイ、ドーンドーンドーカーンドーカーンリアルすぎるな、これ。めちゃくちゃパトカーが後ろからやってきてます。なんとか逃げ切れるんじゃないとかね、思っていたところ。嘘でしょー、マジかーそんなはずではないのにって感じで落ちまーす。イエーイこれは結構ハードだね、落ち方だね。もう全体的にぺちゃんこになってるもんねめちゃくちゃなことになってしまいましたけどチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。